バレンタインチョコ用意してくれてたの？どうもありがとね。まさかもらえるなんて思ってなかったから、おじさんちょっとびっくりしちゃった。せっかくだから今食べちゃおうかな。打ち合わせまで時間もあることだし。おお、このチョコ美味しいね。なんかお高そうな味がするよ。こりゃホワイトデーのお返しは頑張らないとな。ま、ほどほどに楽しみにしてて。お疲れ様。お、どうしたの、プロデューサーちゃん。これってバレンタインチョコ？おじさんがもらっちゃってもいいの？プロデューサーちゃんってこういうの律儀っていうか、しっかりしてるよね。いや嬉しいね。これはお返し考えないと。まあまあ、そんなこと言わず。プロデューサーちゃんにこんなにいろいろしてもらって返さないのは罰が当たるよ。まあおじさんのセンスだし、あんまりすごいものを期待されると困っちゃうんだけどね。過度な期待はしないで待っててね。